スティーブン・ダグラス、スティーブ・カーはアメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手。NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズのヘッドコーチを務めている。レバノンの首都ベイルートの出身。アリゾナ大学から1988年の NBA ドラフトでフェニックス・サンズに指名され、クリーブランド・キャバリアーズにトレード。キャブスで3年間を過ごした後、オーランド・マジックへトレードされた。 一年後の1993年にフィル・ジャクソン率いるシカゴ・ブルズに移籍した。当時のブルズはマイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペンなどの活躍で最盛期を迎えており、その中でカーは控えのガードとして活躍した。決して身体能力が優れているとは言えない、カーの武器は試合の要所で見せる3ポイントシュートであった。土壇場ほどキレを回す長距離砲は、 チームを何度となく勝利へ導いた。特に96から97シーズンの NBA ファイナル第6戦。優勝に王手をかけたブルズはユタジャズを相手に試合の最終盤まで同点。ショットクロック残り3秒でマイケル・ジョーダンからパスを受け優勝を決定づけるシュートを沈めたシーンはカーのハイライトである。ブルズにはジョーダンが引退するまで在籍し2度目の3。 連覇に貢献した選手として歴史に名を刻んだ。1999年1月、チャック・パーソンと交換でサンアントニオ・スパーズに移籍し、ボストン・セルティックスに在籍した選手以外では1951から54年のフランク・サルトただ2人のみの4年連続で優勝を経験した選手となった。その後、ポートランド・トレイル・ブレイザーズを経て2002から03。 シーズンはスパーズに復帰した。プレーオフに入っても出場機会は少なかったが、カンファレンス決勝のダラス・マーベリックス戦、第6戦終盤に放った4本の3ポイントをすべて沈め、NBA ファイナル進出に貢献すると、ファイナルのニュージャージー・ネッツ戦、第5戦、残り3分に点差を追う状況で、ケニー・ウォン・マーティンからのスティールや、 ダブルチームされたティム・ダンカンからパスを受け千金の3ポイントを沈めるなど、大舞台での勝負強さを再び発揮した。試合後のインタビューでカーは、僕はこの時のために冷凍保存されていたんだと、レギュラーシーズンでは出場時間が少なかったことを引き合いにして勝ち誇った。そして、スパーズ2度目の優勝に貢献し、自身5度の NBA 優勝経験をした。 このファイナル終了後に引退し、アメリカのケーブルテレビ局、ターナーネットワークテレビジョンで現場解説者を務め、スティーブ・ワンダーズというコーナーを持っていた。2007年のプレイオフで TNT の解説者を終えると、フェニックス・サンズの球団社長兼、ゼネラルマネージャーに就任し、2008年1月には、ショーン・マリオンをマイアミ・ヒートに放出して、シャキール・オニールを獲得した。 生涯通算3ポイントフィールドゴール成功率、シーズン3ポイントフィールドゴール成功率は共に NBA 歴代1位の成績である。1997年のオールスターウィークエンドの3ポイントシュートアウトで優勝している。2014から15シーズン2014年5月14日、カーは、 ニューヨークニックスのオファーを断り、ゴールデンステートウォリアーズと5年2500万ドル契約で、ヘッドコーチに就任が決定した。カーは、前任者のマーク・ジャクソンの路線をうまく引き継ぎ、チームをリーグ上位に導く手腕を披露する。また新人コーチながら、2015年 NBA、オールスターゲームのチームウェストのヘッドコーチに選出され、 イーストのマイク・ビューデン・ホールザーヘッドコーチとの対戦となった。新人コーチが選ばれたのは1998年のインディアナ・ペイサーズのラリーバード以来である。結局レギュラーシーズンは67勝15敗で終了。新人ヘッドコーチとしては最高勝率を記録し NBA ファイナルまで導いた。そしてクリーブランド・キャバリアーズとの対戦となった。 ファイナルも4勝2敗で見事にウォリアーズを40年振りのチャンピオンに導いた。2015から16シーズン2015から16シーズンは背中の手術のために開幕から休養を強いられていたが、ルーク・ウォルトンアシスタントコーチがチームをまとめ39勝4敗で迎えた2016年1月22日のインディアナ・ペーサーズ戦でコーチ職に復帰。 122から110で勝利に導き、見事に復帰戦を飾った。カーの現場復帰でウォリアーズはさらに勢いがつき、最終的にはカーが現役時代シカゴブルズで1995から1996シーズンに経験したシーズン72勝10敗を上回る73勝9敗という NBA シーズン新記録の金字塔を打ち立てた。 その功績が大きく評価され、同シーズンの NBA 最優秀コーチ賞を受賞した。2016から17シーズン2017年3月28日のヒューストンドケッツ戦に勝利し、ヘッドコーチ就任後レギュラーシーズン238試合目で200勝を達成。これは NBA 史上最短記録であり、北米4大スポーツを含めても最短である。 それまでの NBA 記録はマイケル・ジョーダンやカーを指導していたことのあるフィル・ジャクソンの270試合が最短だった。プレーオフ1回戦の途中で前年に発症した髄液の漏れによる合併症が再発し、期限未定の離脱が発表された。その後ウォリアーズはマイク・ブラウンが暫定的に指揮を取り3年連続で NBA ファイナルに進出。カーも 第2戦から復帰し、見事な前年のリベンジを果たした。カーは他の NBA 選手とは一味違った人生を送ってきた。彼が本格的にバスケットボールを始めたのはエジプトの高校からである。カーの父親マルコムカーは中東を専門とした研究者であり、スティーブはレバノンのベイルートで生まれた。その後中東の国々を転々とし、エジプトから アメリカの高校へ編入することとなる。その後アリゾナ大学に入学し、バスケットボールに専念し始めた矢先の1984年1月、父マルコムがイスラム過激派により殺害されるという事件が起こる。打ちひしがれるカーを励まし、応援し続けたのはやはりイスラム教徒の友人たちだった。それこカーはイスラム教徒に対して強い思い入れを持っている。 2001年の同時多発テロの際には多くの善良なムスリムと一部のテロリストは区別しなければならないとアメリカ国民に冷静な対応を呼びかけた。ショーン・エリオットとはアリゾナ大学時代からの親友であり、エリオットが人造移植の相談をしていたのは家族以外ではカーだけである。アリゾナ大学時代につけていた背番号25は大学の永久欠番になった。 バスケットボールレファレンス、ありがとうございます。